今回は、イランに存在する、あまりにも恐ろしすぎる法律を、皆様にご紹介します。AFP の記事から引用します。記事タイトル、イランめには目を、で3人に失明刑宣告、現地史報道。イランの裁判所は、同国のいわゆるめには目をの報復法に基づき、3人の被告に片目を失明させる刑を言い渡した。現地史が2日、報じた、首都テヘランの日刊紙ハムシャハリによると、3人のうち1人は女性で、2011年にいさかいになった他の女性に3を浴びせ、片目を失明させた。最高裁は禁錮刑と罰金に加え、右目をくり抜く刑を宣告した。17年に刃物による襲撃事件を起こし、被害者の片目を失明させたとされる男にも、同様の刑が言い渡された。3人目の被告の男は、18年に猟銃で友人の左目を失明させたとして有罪となった。同紙によると、被害者は被告に同様の苦しみを与えることを要求していた。イランでは、被害者やその家族の要求に応じて報復法が適用される。国際人権団体アムネスティ・インターナショナルなどの人権団体は、イランにおけるこうした刑罰は残酷であり、拷問に等しいと非難している。いやー、怖いですね。これは読んでいるだけで、たまひゅんものですよ。皆様はこういう刑罰について、どう思いますか？私はありだと思います。サイコパス発言、もし意見があれば、ぜひコメント欄に書いてください。別に日本で導入しろとか、そういうことを言ってるわけではありませんよ。でも報復法の根底にある考えは、正しいですし、素晴らしいと思います。要は自分がされて嫌なことは、相手にもするな。っていう話ですよ。この記事の件にしたって、犯人は自分がやったことを、法律にのっとって、やり返されているだけでしょ。別に全然かわいそうだとも思わないし、因果応報だと思いますし、これくらいの報いは当然ではないでしょうか。まさなおむしろ胸がスッとしますね。刑罰ってすごい不公平なんですよ。例えば昔オウム信者に襲撃されて、毒物を浴びせられた人物は、体半分が麻痺して、ほとんど動かなくなって、普通に生活することにも苦しんでいて、高齢者となった今でも、その後遺症に悩まされています。それに対して、犯人は刑務所に数年入って、それで終わりです。それでチャラにしていいのか。っていう話なんですよ。やはり悪いことをした人には、それ相応の報いを受けさせるべきです。懲役刑や絞首刑なんて、甘すぎると思うんですよね。まあでも日本では過激な刑罰は、憲法上無理でしょうけど、人権団体がイランの報復法に対して、残酷で拷問に等しい、と主張しているわけなんですけれども、犯人を処刑したり、刑務所に長期間閉じ込めておくのって、それで公平なのか、と思うんですよ。被害者だけが一方的に損をしていて、その割に、加害者が受けるペナルティが、あまりにも軽すぎる。この人権団体は、被害者の人権は考えていないのでしょうか。人権って一体、何なんでしょうね。というか日本は刑事罰自体が、全体的に軽い気がします。もうちょっと重くしてもいいですよね。報道を見ていて不思議に思うのが、被害者の個人情報って、めちゃくちゃ晒されるじゃないですか。被害者が未成年でも、顔写真まで出て、名前も晒されて、でも犯人が未成年だと、テレビでは顔も名前も報道されないという、これ皆様どう思いますか？普通に考えておかしいと思うんですけれども、なんでこういうおかしな状況が改善されないのかなと、私は不思議でなりません。少年法は一応厳罰化はしています。日本で報復法を導入するのは無理ですが、さすがに今は加害者天国とも言える状態なので、もう少し被害者に配慮した形になってほしいと思います。クソみたいなことを国会で取り上げてる暇があったら、こういうのを取り上げていただきたいです。最後までご視聴ありがとうございました。